だから、僕自身は確かに何十年も家庭を顧みなかったんですけど、それはやっぱ間違いですよね。それは結局、ものすごい損をしたってことですね。それから、あとは、相手の言ってることですね。if you disagree with your wife ですね。相手の言ってることに納得できないときね、どうするの？僕はね、find the right time と言ったんです。これはね、本当はね、まあ、半分ね、違うんですね。ここに書いてないんですけどね、一晩寝かすと、95%はその反論が消えるって言っていいんですね、本当は。で、この書いた時点ではですね、そこまで どうすんのかなって、やっぱり時間待つんだろうなと思ったけど、それずっと頭に残っててね、まあ、むちゃくちゃ言ってきますよね、白菜はね。むちゃくちゃ言ってきて、何言ってんだ、彼女はと思ってね、本当頭に来るんだ。まあ、その頭に来ると、冷静になんていうか、僕はあんまり心が動かなくなってんで、冷静に受け止めてますとね、次の日ほとんど消えちゃうんですよね。言い方変えればね、うわーって、トランプがわーって言うでしょ。冷静に考えれば大したことないんですよ。それもう一つはね、アルミとか鉄で散々僕勉強しましたけど、彼の性格だったらね、あれ、明日になるか、明後日か来月かもしれないけど、やっぱりやめたって言うんですよね、きっと。だから、トルドーとかさ、EU とかの人たちとかね、一生懸命それに対して準備して法律改正したり、まあ、国民を守るって、損失、アルミ産業とか鉄鋼産業の従業員に対して補助金出すのは、これ当然やればいいんですけど、法律変えたりいろいろ準備したりして、なくてもいいようにしようとしてますけど、そんなことはあんまり考えなくてよくて、しばらく放っておけばまた元に戻るんですね。それはだから、30%ダメな方ですね。で、70%正しいことも彼あるわけですけど、それはそれで放っときゃですね、戻るんですよ。だから、ここではですね、液晶のことを言ってますよね。液晶っていうのは、The Book of Changes と言ってるんですけど、君主は器を身に増し、時を増して動くことね。ジェントルマン、ハイダ・ウィポン、イン・ヒズ・バディ、アンド・ムーブ・ウェン・タイム・イズ・ライト。だから、武器を、ジェントルマン、ハイダ・ウィポン、武器を身に増し、アンド・ムーブ・ウェン・タイム・イズ・ライト。時が来たら動くと。だから、別に、ハイダ・ウィポンで、まあ、武器を引っ張り出してね、構えることないんですよね。だからやっぱり力を身に蓄えておいてっていうか、トランプはそう言ったけど、こいつはやっぱり悪さが言ってるダメな方だなと思って、しばらく放っておけばいいんですよね。それじゃきっと、それがまた、やっぱり俺が間違ったって言い出しますからね。言った途端にそう思ってるのかもしれないけど、ああいう悪さ言ってのはすぐ言わない。だから、先週言ったので、だからそういう意味ではね、時期を待つというのは、どういうことかというと、待つということは愛を与えるということなんですよね。思いやりの心を持つということですね。思いやりの心って何かというと、ベネボレンスは何かというと、ペーシェント、トレラントということを今まで言ってきましたけど、ペーシェントするんですね。相手が変化するのを待つというね。こう書いた当時、そのこと考えてませんけど、その通りなんですよ。相手が変化するんです。だから、要するに、wait for the change ですね。wait for the change ですね。愛を与える立場というか、love devoting position。なかなかこういう表現はできない。love devoting position ですね。そういうことですね。それからですね、もう一つはですね、これは、一つはですね、相手が何を考えているかっていうことはですね、絶対わからないんですね。だから、少なくとも自分の、受け方っていうかね、どういうふうに相手の気持ちを受けようとしているかっていうね、これでは、なかなかですね、
できないことなんですね。だから、言い返したりしちゃいけんと、いけないと、retort、言い返すの。いけないと。で、僕はその she opens up というのは、心開く she opens up ですね。コンビンスは、その時に彼女が説得する。でもね、そういうことってほとんどないですよ。まあ、例えばトランプがいい例でね、彼が言ったことに対して反論したりいろいろしても、間違いのことを本人は言ったっていうことを思っててもね、彼直さないですね。悪女ってそういうもんですよね。だから待つっていうことですね。じゃあ、だからカナダなんかで待てないんで、いろいろ言うわけですよね。証拠を出したり、データを出したりっていうね。正しい情報を提供したり、あんまり意味ないんですね。だから安倍さんが正しいって私言いましたけどね、安倍さん正しいですよ。奥さんなんていう名前、安倍さんの奥さん。秋江さん。昭恵さん、もう本当超悪妻ですからね、慣れてるから彼分かってるんですよね。だからトランプが言ったことは、彼はすぐそうですね、すぐそうですね。で、また北朝鮮には会わないってそうですね、また会うってそうですね。それは正しいですね。だから、ここで言ってるようにね、Never be anxious or worried when you convince someone. 焦った相手を説得しようとしてはいけない。Never be anxious or worried when you convince someone. ね。だから、スターボンネスということです。相手も頑強にね、それは反対しますよ。スターボンネスを leads to be rejected。もう私トランプでしょ。スターボンネスね。でしょ。そういうことですね。だけど、もう一つはね、大事なのですね。ここに書いてあるようにですね、Whatever your wife says, always go in one ear and out the other. 聞き流す。Go in one ear and out the other. 聞き流すと、ということです。But ね、your wife will hold a grudge against such disregard. ちゃんとね、こういう悪女っていうのは分かってんですよね。こいつ聞き流してるなっていうね。それはね、もう grudge。ね。アキュムレイするわけですよね。だからその場が来たら、わーっていう。それと、あとは、誠意を持ってってことで、シンシア。シンシア、ね。もし、あとは、you are not insincere、ね。No one will follow you っていう。No one will follow you ですね。それはそうですけども、本心が誠意を持って。難しいですよね。これは難しい。なぜかって言うとですね、いや、当たり前ですよと思うかもしれないけど、そうじゃないんですね。シンシア、いや、そうじゃないです。もう、こいつはね、バカ、嘘言うなって、嘘言ってるなと分かってるのよね、それをシンシア。なかなかそれは難しいですよね。そういう意味では、何が相手を言おうと、何が間違って言おうとね。あなたはそれに対してね、まあ、それは、例えば、You should not ask your wife to do everything against the same standard. The same standard、あなたの基準でね、物事をね、決めちゃいけない。妻子の言動とか行動にこだわっちゃいけないっていうね。ただ、あなた自身を気持ちをしっかり持つ。Do it well yourself ですね。That is enough. Do it well yourself. あなた心をしっかり持つ。だから、相手の基準、the same, not the same standard of you, yours. あなたの基準とは違うんですよ。だから、それはね、理解してください。
はい、皆さんこんにちは、うんのです。今日はですね、うんの塾の、研修のプログラムをご紹介したいと思います。で、まあ、こういうふうなホームページありますけれども、ぜひですね、一度中身をご覧になっていただきたいと思います。今日はブーキューブさんのスタジオに来て、この収録をしておりますので、中身はこういうふうになってて、今最近ホットなね、グローバルリーダーの定義など書いてあります。で、特に経団連が作成しました、留学すれば英語ができて専門性を持つというだけではですね、グローバルリーダーになれないと、ここに書いてありますようにですね、仕事ができる、専門性を持つ、英語ができるだけじゃなくてですね、私どもの塾ではリベラルアースということと、それからもう一つは孫子の兵法、さらにはですね、日本の歴史というものを合わせて教えることによって、皆さんが海外の欧米の方々と、もしくは華僑圏の方々と正々堂々と渡り合えるような人物を育成しようというふうなことを考えています。ここに次のスライドが出ておりますけれども、ここに書いてありますのですね、さらに私どもの運の塾の中身につきましてはですね、欧米の資料しか使っておりません。また実際に運の塾は英語でやっておりますので、英語の講師がこう話しておりますけど、学習はですね、日本の歴史をまだ教えてますので、学習の午後はですね、日本のプログラムをしております。で、以前はこれ有料だったので、今はですね、実際に会場費も取っていただいておりませんで、毎回5000円ということで、朝9時から午後5時までやっておりますので、ぜひ皆さんですね、ご検討の上ご参加いただければと、英語のできない方もですね、学習の午後こういうふうな検証をしておりますので、ぜひご参加いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。で、ここにさらにですね、グループ討議とか実務の勘どころを教えるって書いてありますけど、実際には私が10年ほどですね、欧米の新聞とか雑誌等をですね、集めてきた、もともと英語のベースでございますので、そうしたものをですね、50セッションのテーマに分けて資料作成をしております。そういうことで、世界のオペレーションもしくはカントリースクールも含めてですね、しかも世界のトップの方々に対してもいろいろな分析とか洞察をしてですね、議論をしております。そういったことも含めてですね、今後ともよろしくお願いしたいと思います。で、以上で私の挨拶を終えますが、今回のこのビデオの収録にあたってはですね、VQ さんのスタジオをお借りしてですね、お時間を頂戴して、このビデオを作成させていただきました。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。